花粉症で欠席は許されるのか。スケ柴田のモチベーション低下で卒業間近か。明日からの写真会を逃亡 1692ch.net。花粉症ってそこまでの病気なんかね。なったことないからよくわからん。おはようございます。私花粉症だ。正気のオクシア。スケ48野口よしめ。0と1の間 312.318203 第写真会不参加と振り替え、返品対応のお知らせ。当然だろう、ファンの前でくしゃみして許されるのか。目なんか真っ赤になるんだぞ、薬の副作用でずっとだるいし。明恵 B48 福岡制裁。明恵 B48、0と1の間312第写真会不参加のお知らせ。ムイ B48 赤石夏子。ひさよりな。明恵 B48、0と1の間312第写真会不参加のお知らせ。魅力の柴田三段しょうがない。スケ柴田のモチベーション低下で卒業間近か。明日からの写真会を逃亡 1692ch.net。いやいや花粉症は重度になると鼻水くしゃみとどまらんし握手どころじゃない。シチナッツはおならがとどまらなくなったのか。ガンを開きすぎて花粉症悪化。3ひどい花粉症なら無理だと思う。目は充血、鼻水、くしゃみ乱発。モチベーション低すぎじゃね。くしゃみしてる写真なんて貴重。一発でどんな重い花粉症も治す注射打ってくれる医者も探せばいるけどな。 W 時間長すぎなんだろ。アッサンとか高見菜だって花粉症ひどかったのに西武ドームで握手してたぞ。くしゃみばっかりしてたし、すげえむくんでたわ。普段は握手ピーとしてこき使われてる側のメンバーだから別にいいだろ。16その場しのぎだろ。最近の柴田はモチベーション低い。俺なんて花粉症のせいで毎日微熱だよ。だるい。花粉症はアレルギー反応だから体質変えるしかない。注射一本で症状が改善する薬があるならそれはそれで怖い。ああ写真会かなら顔のコンディション最悪になるし仕方ない。体質改善で治るのか。花粉症がこんなひどいの日本だけだよな。花粉症一発注射療法というのがあって、怪しい医者が内緒で打ってくれる注射が非常によく効く。先週とあるアイドルの写メ会行ったけど花粉症で辛そうだったわ。化粧も崩れて鼻も真っ赤で、そんな瞬間が何人もの人に撮られてかわいそうだよな。下手。日曜日も休ませるということはインフルだろうな。梅本、山下と同期が立て続けに卒業して、はためにも相当気落ちしてんのがわかるからな。アナフィラキシー起こす人もいる。戦後日本の杉植林計画の失敗だからな。18さすが高見な。花粉症は辛いぞ。味分じゃどうしようもないくらいくしゃみ連発するし、目はしばしばするし、平然として入られない。握手ならいいけど写真は無理か。20いや、完全に問題なく収まる花粉症一発注射療法で検索してみな。ただしやってくれる医者は限られてるので人づてに聞いていく。これで肝を高いサボれるな。W 最近こいつ尖ってきていい感じだな。W